はい、一発合格テレビの岡です。今回のテーマはこちら、戦略的スケジュール、春は模試に向けて準備を始める時期、こういったテーマでお送りしていきたいと思います。ちょっと長い名前ですけどね、もう少しセンスのいい題名なかったかなと思うんですが、まあね、春だということで、そろそろ模試始めましょうと、ね、いうことです。この春になると社労士受験生はですね、皆さん直前期っていうことでモードを変えて、ちょっと直前期モードで頑張っていきましょう、みんなそう思うんですね。だけどもっとより具体的に考えてもらうと、やはり模試がもう直前に迫ってきてるんですね。模試の準備を意識する必要がある。模試をですね、だいたい普通の受験生だったら2回、多い人で3回、もっと受ける方もいらっしゃると思いますが、私はそんなに受ける必要は絶対ないと思うんですね。模試はですね、自分の実力を試す、そんな意識で受けたらもったいないと思います。そうじゃなくて、模試は結果を出して自信をつける、本試験に向けての自信をつけるために模試があります。そういう認識をする。そうすると当然ね、もう1ヶ月も2ヶ月前から本試験モードでこう準備を進めていくわけです。ということは、この模試に向けても2ヶ月ぐらいの前、この時期やっぱりしっかりとした準備を始めていく、こういう時期だったというのをね、今日は具体的にアドバイスしたいし、じゃあどういうところを準備するのか、意識していくのかというところをですね、ちょっとアドバイスしたいなというふうに思います。それでは始めていきますよ。はい、それではね、こんな準備はやめようということで、まずね、よくありがちな模試の準備の仕方、お話をしていきたいと思います。でまず1点目、いきなり計画を立て始める。だってね、準備ですから、まず計画立てましょうということなんだと思うんですけど、それよりもまず重要なことがあって、それはやはり今までの自分のね、勉強のね、ペースとか流れとか進度、それをしっかりと振り返る、これがまず第一歩になります。絶対にそうしないと、本当にね、その計画っていうのが理想の計画になって、どうしてもそれが未達で終わってしまう。誰でもですけど、どんな人もですけど、今の自分の現状からスタートしないといけない。それに合った計画立てていく必要があるので、どうしても今までね、もう勉強始めてるわけですから、どれぐらいのペースで、どれぐらいの期間でね、どれぐらいのね、進捗で進んでいるか、それに合わせてやはり計画を立てるということになります。当然理想を言えばね、まあ当然理想はあるわけですけど、そうでない場合もありますしね、それより進んでる場合もありますから、やはりその辺は自分の今までの進捗状況をしっかりと振り返って、それがまず第一歩になるというふうに思います。で2点目、科目限定で勝負する。今までここまで行ってるから、労働関係だけ半分だけのね、結果でちょっと試してみようとかね、言ってもうね、半分だけしっかりやるとかね、こういうのが一番もったいないです。本試験もそう、ね、模試が何でいいかというと、本試験と同じだからいいわけです。本試験は絶対にいっぺんに受けるんです。選択も択一も全ての科目、それで結果を出す自分を慣れるために模試があるわけですから、絶対に科目限定みたいな意識をするともったいないと思いますね。絶対に全科目、まあ、ただまたこれも後で言いますが、選択と択一っていうのがあったら、やっぱり最初の段階は択一勝負ということになると思いますけどね。うん、だけど全科目勝負っていうのは絶対に諦めてほしくないし、それで言い訳なしで結果をしっかり見つめてもらう必要があると思いますね。で3点目、目標点数だけを決める。点数だけ決めるのは楽でいいんですけどね、そこまで行くためにどうするかっていうところがやっぱりしっかりイメージできてないと、理想を掲げただけになってしまいますからね。それだとあんまり準備にはならないと。目標点は誰でもパッと言えますからね、はい、そうじゃなくて、それが、ね、どれだけ客観的に根拠のある数字として出てきているのか、そこが重要なので、それについてのアドバイスを今日はしていきたいなというふうに思います。1点目は以上です。はい、それではね、2点目です。択一42点以上に向けて、まあ、当然これね、目標にしていただきたいんですね。私去年こういう動画を上げています。択一式はもう6月が本試験だと考えていきましょう、まあ、こういったやつで、まだ見られてない方はぜひ見てください。非常にね、一発合格を考えていく上では重要な話だと思いますし、意識だと思います。客観的なデータはね、きちっとこうお示しはできないんです。私の今まで20年以上のね、点数聞いた感覚なんですけど、択一式の点数っていうのは、その年合格する人を考えると、いわゆる6月の模試からそんなに本試験まで点数変わらないんです。
もちろん少しずつ上がっていくのはいきますけど、ぐいっと上がるっていうのは本当にね、まあ合格者の中で10人に1人いないかなっていうぐらいの感覚で、もう大体の人がほぼ同じ点でね、やはり6月の模試も7月の模試もで本試験も大体同じぐらいの点数、まあ本試験ちょっと上がるかなっていう感じの人が多いですけどね。何が言いたいかっていうと、やっぱり択一の実力っていうのはそんなに伸びるもんじゃないよということなんですね。やっぱ選択の準備でもう7月以降使う、まあそういった形がやっぱ固く合格できる人、そういう意味では択一の点数っていうのは少なくとも6月の模試の段階では最低42点は取りたい、6割は取りたいというところなんですね。まあこれ理想ですよ。もちろんね、さっき言ったようにね、まあご自身の現状というのがあると思いますが、じゃあそのためにはじゃあどうしないといけないのか。まず1点目、強くお話したいのは、覚えておくことが明確か、覚えているかじゃないです。覚えておこうとするところ、覚えないといけないなと思っているところ、それが明確になっているかっていうことです。明確になってなかったら覚えられないですよね。で、やっぱ正確に覚えないとそれは点数に結びついていかない、当然わかると思いますね。だからこそね、私もね営業の仕事とかしてたんでね、もう覚えるべきことだけをね大きめのね単語カードみたいなのに書き出してね、で常にこうね見てましたけど、車の中とかでね、覚えていくことが明確、全て覚える必要はないし覚えられないし、だけどどれを覚えて何を覚えない、それを明確にしないと、それをもしまでにはきちっとね確認して抑え込むようにしないと、まだもしの段階でそんな覚えることしなくていいんじゃないですか、ね、本試験でいいんじゃないですか。そういう人は本試験も覚えられません、ね、もちろん最初のもしで覚えても忘れますよ。でまた覚える、それを何回か繰り返して本当に固まっていくということです。まずは、ね、覚えることが明確かどうか、自分の中でそうしないと点数は出てこないっていうのは、まあ、改めて、ね、再確認してもらう、それを今から準備をしていく。2ヶ月後の模試の中で、ね、どれを覚えておく、どの知識は完璧にしておく、それが明確かどうかです。それをやっぱ振り返る必要があります。で2点目、択一式の問題集の完成度はということですね。繰り返しの魔法なんかを使って何回も繰り返してもらっている人多いと思いますね。でエッセンスもテキストに書き込んでいる。じゃあそのね、択一式の問題集全部の科目いっぺんにとは言いません。だけどある程度もうやってればですね、1科目のその問題集のね、同じ科目の問題だったら1日で十分確認できると思うんですよ。でそれで結局何割取れますか、何割正確に出題のポイント掴んで正確な知識出せますか。今お持ちの択一式の問題集2冊か3冊あると思いますが、その問題集で、ね、例えば今ね全部こうやってみて6割しか取れなければ、もう択一式の模試で間違いなく6割で取れないでしょ。これは分かると思う。だから今やってる問題集の完成度を上げていく、これが一番分かりやすい判断基準です。やっぱり少なくとも6割取ろうと思ったら8割9割はね、全科目いっぺんにやったとしても答えがきちっと出せる、丸×が当たるっていうんじゃなくて出題とかパッと分かる、で、ポイントがこうだったら説明できる、それぐらいにはなってる必要はあると思いますから、まあ、ぜひ、ね、そういったイメージ明確にしていただくといいと思います。あとは各科目のバランスを考えるということですね。なかなかねもう仕事もずっとしている時期ですから、でしかもね他の科目まだ勉強を、ね、進めているという時期でもあるでしょうから、ね、その勉強をやってる、ね、今科目があるんだったらそれにやっぱ集中すべきですよね。それのが一番効率的だから。で、それが終わってから、ね、前の科目を復習するっていう形できちっとスケジューリングする。これをですね、もし準備が必要だっていうことで、今まだね、勉強が終わってない科目をなおざりにして、模試の勉強ばっかりするということになると、やっぱり本末転倒ですから。今のスケジュールに合わせながら、模試の準備も進めていくためには、ね、やっぱり各科目のバランスを意識するといい。そうすると、なおさら今勉強してる科目は今しかないっていうね、意識になると思います。特に今だったらですね、例えば私の学校とかだったら、ね、年金とか勉強してる一番重要な科目で、やっぱそれに集中する必要がある。でやっぱり早く社会保険のね科目の実力がねきちっとね身につければですね、労働関係を後から復習するのはそんなに難しくない。結構知識が多いですからね、覚えればいいだけっていうところもあります。だからそういったね科目間のバランスっていうのも非常によく考えてもらう必要があるかなというふうに思います。決して今の時期、これ別の動画で言ってますが、まだ並行学習していく、一日にですね何科目もやっていく、私はそういう時期ではないと思います。まだね、まあ最初の模試が終わってぐらいからでも十分間に合いますから、それよりもやっぱり一つ一つの科目の実力を高めていく、でそれでなおかつ模試がやっぱありますから、それでバランスを考えていく、やっぱそういったねイメージ、
しっかりとね忘れずにしていただければなというふうに思います。まあ、とにかく今の時期ギアを上げていこうとだけしか考えてない人と、数ヶ月後っていうかもう1ヶ月後2ヶ月後に迫ったですね、模試に向けての準備も意識しながら勉強できる人、これはやっぱり6月の模試の時の結果に大きく影響すると思いますから、ぜひ、ね、皆さん方は春は模試の準備を始める時期なんだ、この認識しっかりと持っていただければなというふうに思います。今回は以上です。